正教育チャンネルへようこそ。はい、今回は2月の11日、立教大学の文学部の問題を見ていこうと思います。えー、あくまでですね、この回答は私的な見解であり、所属する団体その中とは一切関係がありません。なお、後に塾予備校さんが回答が出した場合は、後から出された方がより正確な回答に近いと思われますので、改めてそちらもご覧ください。えー、では早速いきます。 えーとですねまず、もうこれ空欄はですね筆記ですので、まず空欄だけどんどん埋めていきましょうか。はいえー、まずですねはい空欄のですねはい前からいきます。藤原氏の氏寺であったはい藤原氏の氏寺ということで、えー、もちろんこれは、はい、1番目、はい興福寺が入ります。 ちなみにここで,です、ねはい、確認できますね。山と猿隠し座をのどこが本所か興福寺、えー。そして、はい、空欄座の鑑みは座右とともに京都に出て、まあ、これはですねはっきり言って、まあ、あ2つ可能性があります。えー関座はいえー、もしくは、はい はい。これ、どちらでもいいです。漢字座か、言う先座です。はい。どちらでも構わないです。はい。で、室町に壮麗な邸宅を築いた。もちろん、派は、足利義満ですね。はい。足利義満です。はい。で、続いてですね。 えー、空南の、はい、え2、ー、の前ですね。自ら仮装や華やかで衣装で、えー、競うなんとか踊り。はい、2は、はい、不竜が入ります。浮竜。えー、そして、はい、空南歩の後、はい、なんとか大将の巫女。もちろんこれ、はい、出雲ですね。出雲の奥にです。まあ、奥にと来てますからね。はい、続いて、はい、えー、女、 そして和歌集で成人だけのはい何とかなったときてますからこれははい野郎歌舞伎でしょうねはいじゃあ大体そんなところですかねえー、次ですはいえー、中国の弦楽器が流行でて伝わり何とかがはい 日本の舞台芸能にとっての重要な楽器となった。はい。まあこれ、三味線でしょう。琉球から来たのがね。三線三線といって、後に三味線となると。はい。はい。で、次です。南宋里見発見での歴史や伝説を題材した小説。これを読み本と言います。読み本。 まあやっぱしね、文学部だけあってね、えー、文化史レベルが多いですね、文化出題がね。はい。で、その後はい講談、高難落語などの演芸を楽しむ空欄。で、えー、江戸にあった空欄が15件に減った。これね、教科書、欄外集、単と載ってます。意外に書けないと思いますね。答えは寄せです。寄せはい。 じゃあ終わります。では早速ですね、次見ていきましょう。まず一番目、はい、正しいものの組み合わせです。えー、上宮聖徳法定説、はい、えー、母語説、はい、538年丸、はい、公式に仏教、九だらの生命を丸、よって答えは A です。はい、続いてですね、はい、えー、いわゆる、 まず河川がですね、はい、渤海です、渤海。で、えー、当時、日本と対抗していたところどこか、渤海と日本は仲良かった。それに対して対抗していたのが、白木の C ですね。はい。では、続いてですね、3番目、隼人。隼人はどこにいたか。 もちろん、これ、大墨です。はい。で、4番目です。えー、何ですか、これ。はい、正倉院の修造じゃないのはい、即答で A でしょう。じゃあ、ちょっと見ていきましょう。A は何ですかはい、A はですね、はい、これは、色 A、花鳥門、 蜂柿右衛門のものですね江戸時代ということになりますちなみに B がええこんるりの月というものですはいええこんるりの月ですはいで C がですね平良殿 ららはい背中を持つ八角鏡という鏡ですそして鈴は有名ですねは螺、い、えシタン語源のビワってやつです ま、これをね、向きを変える、ここに、はい、ラクダさんがいるんですよね。で、これが、はい、ヤシの実だっていう問題がね、出たこともあります。はい、では次、5番目。えー、5番目は、えー、っと、はい、この世阿弥ですね、世阿弥。で、世阿弥が作った、書いたもので、長くね、秘伝された脳の理論書。はい、脳の理論書ですね。えー、答えは、 はい、風刺家電、家電書でもいいです、はい。では次です、6番目、はい、空也を表した下の像、作者は高聖の氏です。はい、空也商人像ですね、えー、六原光寺というお寺にあるんですね。 平の清盛像もここにありますはい続いてですね7番目、はい、7番はどこですかはい7番はえー、琉球です琉球で薩摩藩の支配下に入った、はい、17世紀後この国の国王代替わりに、はい、代替わりに派遣したしてそう何というか、はい、王様の交代ごとの死者はい これがありがとうという質者ですね、国王交代ごと、国王交代ごとが、はい、遮音詩。鶏菓子は将軍交代ですからね、間違いないですね。鶏菓子が将軍。そして遮音はありがとうが国王です。謝恩会ってのありますよね。はい、間違いないね。はい、で、次です。河川部の8です。 河川、えー、部の近松。はい、近松の作品でないのはどれか。はい、C ですね。えー、C は、はい、鶴や南北です。はい、続いてですね、9番目です。えー、9番目ですが、はい河川部が、えー、はい、和ごとの色男役。 これ坂田藤十郎でしょう。ということで坂田藤十郎ですね。はい、市川は荒事ですね。江戸です。えー、吉沢は小山と言いますね。はい、で、次です、えー。条約改正に尽力していた長州藩出身の外務大臣。えー、86年という年代からも分かります。これは、はい、井上薫さんでしょうね。 はい、井上薫です。はい、じゃあ、以上で終わりです。かなり比較的簡単な問題ですね。じゃあ、次の2番いきます。また空欄、まず埋めながらいきます。はい、既有役を、はい、既有役を、えー、朝鮮王朝との間で結び、空欄に和壇が作られた。はい、プサンに和壇です。はい、そして、大幕首を開いたのが誰か。はい、これ、イン・ゲン・リュウキですね。 はい。で、この後、はい、ラックスマン。えー、ラックスマンが漂流民にあたる、はい、空団を、はい、連れてきたと。誰だこれはい、大黒屋広大湯でしょう。で、次です。えー、そのまま下へ行きまして、 はい。彼の体験談。空欄が北斎文脈に書いた。えー、この人、はい。桂川保守です。やっぱし文化史率非常に高いですね。はい。続いてですね。はい。幕末の税金です。えー、1866年、20%から5%に引き下げる。もちろん、この方は、えー、はい。改税役所でしょう。 まあ江戸協約なんていうふうな言い方をする場合もあるみたいですけどね。まあ、あんまし言わないからもう置いときましょう、そこ。はい、じゃあ次いきます。続いてですね、もちろんロンドン海軍軍縮条約、なんとかを犯す、はい、統帥権甲板問題。統帥権です。そして4番目。 はい、1943年、えー、日本は戦線の不祥事と決戦体制のためなんとかを設定で、サイパンが全滅して空欄の一角が崩壊、特に後半で分かりますね、はい、これね、意外に書けない人多いと思いますよ、絶対国防権です、差がつく一つです。で、これで終わりかな。はい ではね、早速ね、いきます。では、まず、はい、B です、えー。今回ね、はい、史上初出じゃないですかね、これ、立教でね。えー、いわゆる資料を使う問題なんです。まず、2つの資料を読み、何を指示したものを書け、八十字です。で、歓迎12年でが資料の1、16年でが資料の2。まあ、こっちが1、こっちが2で書くと。で、えー、出されるきっかけになった事件です。 まあもちろんこれは、まあ、はっきり言って島原の欄ですね。だからまあ島原の欄は書かなきゃいけないということになります。はい。で、あとはあ一応、このまず基本的にですね、えー、内容を書くわけです。これ内容ですね。はい。ではですね、えー、早速いきましょう。で、まあこれは、まず見ていきますと、はい。 日本人が船日本の船使わしちゃいけないと。はい、で、今度、はいえー、何ですか日本人、異国へ行ってはいけないと。で、今度、異国にいる日本が戻ってきてもいけない。つまり、渡航と帰国の禁止ということですね。で、資料の2ですけども、メインはこれですね。えー、枯れ歌がだめ。 これが通常、ポルトガル戦の禁止です。では、まずこれは絶対条件なんです。で、資料の1のところにこういう言葉が書いてありますね。日本が禁止しているキリシタンを趣を知っていながら広めるもの。これをなんて言いますかまあ、密かにこうね、えー、隠れ、えー、キリシタンみたいなのを広めるということですね。で、今に三蜂させまたり、つまり密航です。まあ、ここら辺もダメだということです。 1> で1はね、はっきりはこれは書けたら書ければいいです。だからポイントはとにかく日本人の渡航、帰国の金、島原、ポルトガルです。で、さらにこの密航してね、えー、今のこの旧食を布教していることも書ければベターかなと思います。で、このジャギに当たるもの、これがこれですからね。だからそれとタイアップして書けばいいかなと思います。ではですね、 まあ具体的にですね、ちょっとですね、回答例を今回、あえて2つ提示します。最後の、この空いてるところ、ここ行きましょう、じゃあ。空いてますので。じゃあ、まずね、資料の内容を MAX で書いたパターンです。はい、いきます。えー、はい、幕府が貿易を、 はい、独占するために、えー、資料1で日本人の、はいえー、海外渡航と帰国を。 え全面禁止し、えー、島原の欄を鎮圧後資料2で えー、この資料2で、2がおかしいです、資料2で、キリスト教、布教のための、えー、密入国と、ポルトガル戦の 来航が、えー、禁止された。で、えー、これでですね、えー、はい、ジャスト80時です。ジャスト八十時です。では、ちょっと見ていきますと、まずですね、えー、資料の1の内容で、日本人の海外のところ帰国を禁止。で、島原の欄。で、資料2ではい、 えー、ポルトガル戦の来航禁止、まあ、これは絶対なんですが、今回は一応、ここもつけたんです。えー、この、はい、キリスト教不況のための密入国もダメだよと。はい、ということで、まあ、大体このね、えー、最低でもここ、これ、そして、えー、このポルトガル。この3つさえあれば、特に問題はないと思います。このキリスト教の密入国、があってもなくてもいいんですが、あった方がベターかなと思っています。ではね、えー、このキリスト教密入国の話を入れなかったバージョンですね。 まあ、ほぼ変わらないですけどね、えー。ちょっとこちらに書かせてもらいます。はい。幕府は、えー、キリスト教近況と、えー、貿易独占のため、 資料1で日本人の、えー、海外渡航を禁止、えー、などを決めで島原の欄以降は 近況政策を徹底するためポルトガル戦、え、来航禁止を 命じた資料2を出したと。これも80字です。で、要するに、これはあれですね、もうキリスト教を禁止だよっていうのをしつこく書いてるだけですね。はい。ポイントでいきますと同じですね。えー、まず日本人の海外渡航の禁止。で、シマボロの欄。で、ポルトガル戦の来航禁止。資料の2。まあ、そういうことになります。はい。 で、一応まあね、この三つに加えて、えー、まあとりあえず、近況政策を徹底するため、これを入れたんですね、えー。上の部分はほとんどこちらも変わらないですからね。はい。まあじゃあ、大体こんな感じで書けたらいいかなと思います。まあ比較的普通の問題ですよね。はい。では次です。では、戻します。はい。続いてですね。はい。2番。これ、並べ替え問題です。まず、五老人が捕まった。 はい、1811年、高谷貨兵が捕まった翌年12年、レザノフが来た1804、ロシア船がですね、樺太なんかを砲撃したのは1806から7にかけてです。よって、ですね、答えははい、C、D、A、B ということになりますね。はい、では次です。3番目です。 同様に並ぶ回ですまず大津事件。はい大津事件です。大津事件は、はい、1891年。続いて、はい、大熊が、はい、襲撃された。これ、えー、1889年、憲法のすぐ後の年ですね。同じ時です。そして C。えーこのはい えー、アメリカの同意言えたがイギリスの反対にあったこれって吉田・エバーツ条約ってやつですはい吉田・エバーツ条約吉田・エバーツ条約は1878年ですでノルマントン事件豪雨事件が1886年ですだから最初が C 次がはい D そして BA ということになりますね。はい。続いて、はい。利益戦というふうに第臣議会、もう第臣議会の時の首相ですからね、即答で山形有友ということになります。はい。では次です。続いてですね、正語問題ですね。えー、まず、えー、見ていきますと、 第2次日英同盟協約やポーツマス条約を結ぶ前に日韓協約を結んだツ結んだ後ですね。3ですが、はい、ハーグ密使事件をきっかけに構想を対まあそこは問題ないですね。で、その後、第3次日韓協約内政権。で、その後、はい、伊藤が1990暗殺。丸じゃないですか。罰、丸。答えは C でしょう。 はい、ではその下です、えー。時代閉塞の現状を著した。まあ、即答で石川卓木さんです。卓木の卓はグッと線が入りますからね。はい。で、6番です。四カ国条約では、はい、中国の主権。もうこの段階でおかしいですね。中華国条約太平洋。もうこれ分かりますように、 この、ここと、ここが、はい。これ、逆ですね。逆です。だから、×。はい。2番目です。え二、ー、2番目ですが、はい。ワシントン主力間はいいですが、補助館の保有比率、云々これも×ですね。補助館はロンドンですから。はい。ジュレーブで失敗してロンドンです。××のデーということになります。はい。比較基本と簡単ですね。では、7番目です。 7番はどこだ、はい、?7 番が、はい、田中義一です。はい、ではあ、正しくないものです。えー、まず、はい、モラトリアムを出した金融強行、モラトリアム3週間です、えー。普通選挙の最初の総選挙ですね、1928年丸、パリ付戦条約丸,丸ですね、答えはこれですね、立憲民政党ではないですね、田中義一は立憲政友会です。 よって答えは0でしょうはいではね次えっ、ー、とはい戻しましてですねはいえー、どっかと言いますとえ河、ー、線部8ですじゃあちょっと8をまず見ていきましょうえー、8を見ていきますとどこだここですね えー、日本軍に資材や労働力の強制的挑発が行われ、ここです。でですね、えー、今回ですね、はいえー、これに関連して、はい、軍が戦地や占領地で使っていた紙幣のことをなんというか、結構際どいですね、答えは、はい、軍票です。軍票 でですね皆さんにここで一つお知らせがあります。えー、今回、これ、軍票出てますよね。軍票。で、ここで先ほど、はい、えー、絶対国防圏出てますよね。で、えー、確か別日程でですね対面鉄道も出てたんですよ。こ今年かなりね、この戦争関係のちょっと細かい用語出てるので、まあそこらへんちょっとちゃんと見直した方がいいかなっていう感じがしますね。まあ、今後出るかどうかはかりませんけどね。 はいえー、基本的にね、生語がやっぱね、簡単で少なくなっている気がしますね。それに対してですね、まあ、あと論述が今年どこでも出てるというのが一つの、えー、ある意味ね、えー、この立教の変貌ですけども、用語を書かせるのが特に多くなっている気がしますね。はいでは次、9番です。えー、1940年代でないのを選ぶ、えー、まず A が、はい、朝鮮民主主義人民共和国、1949年かな。 で中華人民共和国が、はい、48年か。トルーマン・ドクトリンが47年。ワルシャワ条約機構が55年。答えは D です。はい。で、最後の問題です。はい。えー、ソ連、ポーランド、チェコが、はい。えー、これ何ですか、えー、もちろんこれは、はい、えー。サンフランシスコですよね。サンフランシスコ。はい。ソ連、チェコ、ポーランドが拒否った。 ソチェッポですソチェッポウ、はいはい、そしてインド・ビルマ、ユーゴがさん出席しなかった、はい丸はい、インビューと思いますで。2番ですが、領土の規定、外国軍隊の駐留が明記され、え同じ日に安保,、はい、安保が結ばれた丸ですで。皆さんが悩んだのは、この、ね、軍隊の駐留について、うん、どうだったかなと、ね、思う方もいたと思います。 でですね、基本的にですね、はい、えー、まずですね、まあ、一応ですね、占領という形は終わるんですが、えー、ちゃんとですね、はいえー、見ていきますとですね、はいえー、そのですね、はい、資料ですね、サンフランシスコ平和条約の資料の中にですね、この後のですね、いわゆる、 中流をね、えー、認めないわけではないという1項目があるんですよ。はい、ちょっとね、そこを読ませさせていただきます、えー。第6条にこう書いてあるんですね。またはその結果としての外国軍隊の日本国の領域における中屯、または中流を妨げるものではないと、えー、書いてあるんです。で、これに対して反発してですね、えー、実はソ連は調印しなかったと言われてるんです。 ということで、〇〇なので答えは A ということになります。はい。えー、ではですね、えー、またお会いしましょうお。ぜひチャンネル登録とね、いいねボタンだけを押してください。では、またですおあ。頑張ってくださいね。えー、さよなら